観光シーズンを控えた平成19年4月14日、阿蘇市の阿蘇町商工会青年部による大観望クリーンアップ大作戦が行われました。この日は商工会青年部や旅館、建設会社の社員、市民らおよそ60人が集まり、まず主催者の杉本青年部長と宮川阿蘇市長職務代理者がゴミをなくしてきれいな阿蘇にしてくださいと激励しました。大観望クリーンアップ大作戦は商工会青年部がこれからの観光シーズンを前に阿蘇を訪れる観光客たちに素晴らしい阿蘇の景観を堪能してもらおうと4年前から毎年この時期に行っているものです。参加者たちは4班に分かれて国道212号やミルクロードの沿線およそ13キロでゴミ拾いをしました。道端にも心ない観光客たちが捨てた空き缶やペットボトル、タバコの吸い殻などのゴミが散乱していました。ゴミは空き缶やペットボトルが大半を占めていましたが、中にはテレビや車のタイヤなどの粗大ゴミも捨てられていました。クリーンアップ大作戦は午前中で終わりましたが、拾ったゴミは瞬く間に普通トラックいっぱいになっていました。